森高千里？え？違うか。参考人？裁判？国会か。なんで？本人登場。ほらそっくりじゃん、若い頃。髪の毛なんか。馬淵麻里子、ハリウッド大学院、客員准教授。どこにあんの大学、ハリウッド。経済アナリストの馬淵麻里子です。今日は参考人としてお招きくださいまして本当にありがとうございます。私自身は年間150社以上のトップ企業、トップ経営者と取材をするということと、また自身が昨年乳がんを患うまでは地方に足を運び、年間100回ほど地方の中小企業の方々と交流を深めるという、そういう活動をしてまいりました。そうした中で、本日は日本の現下の金融経済情勢と、事業性融資の活用について申し上げます。今デフレから脱却しつつある時期に、この本国会で事業性融資の推進に関する法案の議論が進んでいること、この時期が重なっていることに意味があると感じています。また法案にも国の責務として進めていくというこの文言に対しても非常に力強いものを感じております。そこで改めて、デフレの正体、これは何なのか、失われた30年の現状を数字で確認する必要があると思いますし、それが本法案を議論する上での本質上の問いになると考えています。この時から一旦半減しますが、現在は右肩上がりで95兆円まで増加しています。その3分の1に当たるものを配当に分配していて、現在30兆円のお金を配当に回しています。そして右側の青いデータですけれども、これが現金の推移です。つまり企業は稼ぐ力が高まったんだけれども、有望な投資先、有望な成長投資先を見つけることができずに現金を積み上げ、現在は290兆円に積み上がっている状況です。これは何かあったときに身を守れるものは現金だという、この貨幣愛の、愛が詰まっていった、高まっていった、こういった背景があると思います。ですので、この粘着質なデフレからデフレ構造を日本を変える場合には、それ相応のかなりのエネルギーが必要だと思っています。ですので、インフレも厄介なんですけれども、デフレへの処方箋の方が難解ではないかというふうに思います。続いて4ページ目をご覧ください。デフレから脱却するために金融緩和で株式市場自体は過去の景色を塗り替えることができました。ただ過去